おはようございます、冒険TVです。今日はツインエアカルトに乗ってるんですけど、まあ、よくお客様から一点にカルトとツインエアカルトどっちがいいのって、どっちのエンジンがいいのってよく言われるんですよ。まあ、まず説明すると、一点にカルトとツインエアカルトって装備全く同じなんですよ。でエンジンだけが違うんですね。で見た目で僕らもなんかマフラーの下とか覗き込まないと違いがわからないぐらい、あの乗ってる人以外はわからないエンジンだけの差になるんですけどね。で僕いつもお客さんに言うのが、僕両方買ってるじゃないですか。両方エンジン買って両方所有してて、まあ一定にポップ買ってツインエア買ってまた一定にポップに戻ったんですけど、まあ、結論言ったらね、あのね、これ僕が言っちゃうとちょっとざわつくと思うんですけど、あの結論どっちでもいいっす。うん、どっちでもいい。もちろんね、予算があればツインエアの方がいいんじゃないかなって思うんですよ。まあ理由としてはやっぱり経済的な部分の支出が長く乗れば乗るほどツインエアの方がメリットは出てきます。毎年の自動車税もそうだし、燃費若干いいです。燃費もいいし、あとはそう、タイミングベルトの交換っていうのがないので、タイミングベルトじゃないんですよね、ツインエアっていうのは。なのでまあ5年以上乗る方はツインエアの方がいいんじゃないかなって思います。逆に言うと5年未満で手放す方、5年ぐらいのスパンで乗り換える方なんかは別にぶっちゃけどっちでもいいのかなって思います。まあ、こんなこと言うとツインエアのオーナーさんに、いやいや待てよと、ちょっと待てよ、ツインエア最高なんだみたいなね、なるんですけど、まあこれもね、人の価値観によって違うと思うんで、僕はねツインエアもエンジンも素晴らしいと思うし、 1200cc のあの4気筒のねスムーズなエンジンも素晴らしいと思ってるんですね。両方素晴らしいんですよ。うん、だから正直ね、どっちかで悩まれてるんだったら、まあ新車だったらあのどっちでもいいと思います。で中古はね、気をつけなきゃいけないです。中古は高年式の車はいいんですけど、やっぱり5年以上経った車は前のオーナーさんがねタイミングベルトの交換してるかとかね、まあその辺のメンテナンスはしっかりと見てね、調べて購入した方がいいかなと思います。ただもちろんね、僕もフィアットフリークなんで、ツインエアのこのエンジンの良さっていうのは本当に他の車にはない良さなんで、まあそれがね、マッチする人とマッチしない人がいるっていうのはやっぱりありますよ。うん、この振動とかこのエンジン音とか、ただね、このやっぱり鼻の軽さっていうんですかね、エンジンが軽い分こう鼻先が軽いんで、ハンドリングもよりツインエアの方が楽しめるんじゃないかなっていうのは思ってます思ってます。ただね、じゃあうちの奥さんが乗ったらまあ安い方がいいっていうしね、十分ね、その 1200cc でもその中は変わらないので、フィアットの世界観って味わえるんですよ。それは買った僕が一番分かりました。そう、なんかツインエア買ってツインエア最高だぜってなって、まあすぐ手放してね、一点にポップミントグリーン買い替えた時もなんか、あ、なんか結局フィアット500ってチンクエチェントってどのグレード買おうが、どの排気量、どのエンジン選ぼうが、あ、フィアットの世界観、チンクエチェントの世界観だなって思ったんですよ、結局ね。結局ですよ。うん、だからまあ今迷われてる方はね、ご自身のねお財布と相談しながら、あと中古買う場合はちょっと気をつけてっていうところですね。まあそんな感じです。以上です。全ての作業を一人でこなす、手を止める暇なんてない、自分だけの世界。今日はですね、これがいつもの彼のスタイルだ。その感動を分かち合うアサヒビールと松田の提供でお送りします。